あるビルに忍び込んで重要書類を持ち出せという依頼を受けた京一郎さん。スパイとなった京一郎さんは果たして探偵に戻れるのかな。ヒントもあるよ、聞いてみる。これを3話目に選ぶと K のつく人と仲良くなれるかも。悲しいけどみんな候補なのよね。これでいいかな。おはようございます。京一郎くんですか？京一郎くんにお願いしたいお仕事があってお電話したんですけど、今から事務所まで来てもらえますか？ちゃんと依頼をこなす人には仕事がたくさん行くんですよ。可もなく不可もなくですね。はい、警察に出頭しないように気をつけてくださいね。おはようございます。はい、お掃除をと思いまして。
私がまどかさんにぜひお手伝いさせてくださいとお願いしたんです。まどかさんは何も悪くありません。どうかなさいました？え、何がですか？変なこと？外国では秘密諜報部がやっている仕事だし、似たようなものじゃないかと。でもでも、京一郎くんはいつも似たようなことしてるじゃないですか。ごねますね。ではギャラアップとこれまでの仕事を警察に通報するのとどっちがいいですか？さあさあ、早く決めてくれないと羽村先輩に電話しちゃいますよ。聞こえないです。うんうん。舞子ちゃんとまどかちゃんの言った通りですね。こういえば、京一郎くんが仕事を受けてくれるって教えてもらいました。Thank you.
はよう、京一郎くん。今回の任務は某国の軍事機密を。なお、このメッセージは 3.27 秒後に自動的に消滅します。無理です。京一郎か。仕事はどうした？そうか。京一郎、おかえり。仕事決まったんだって？おかえりなさい、京一郎さん。私には、私はどうなのよ。もういいわ。で、今度はどんな依頼を受けたの？内容も報酬もペラペラ話すくせに。
危ないことをなさらないでくださいね。